信しますというコンセプトのもと、2012年9月でステージデビュー、翌年の2013年には飯塚市の飯塚観光 PR 隊にも就任し、飯塚市の PR、 そして筑豊地区全体の PR のため県内外でパフォーマンスを行っているそうです。一番の特徴はメンバー全員が福岡県地方筑豊地区在住という筑豊からの発信にこだわったメンバー構成だそうです。はい、はい、楽しみですね。ファンの方もたくさんいらっしゃっているので、皆さん、そこから楽しみ盛り上げていただきたいと思います。はい、はい、それではスマイルの皆さんです。どうぞ。Thank you.
チンチクのアイドル、スマイルです。よろしくお願いします。はい、ということで、あのですね、今年でサラリーマンのステージには今年で4年目になるんですけど、本当にいつもこのステージに出させていただくことが嬉しくて、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうね、このステージに立たんと、どんたか始まった気がせんちゃん、始まった気がせんちゃん、このステージに、ね、本当にいろんなところから人が見てくれる、そう、めっちゃ嬉しいし、なんかね、やっぱつくばだからあんまりこんな人がね、いるところはあんま見れないからですね、こんなにね、人がいることが嬉しいです。ありがとうございます。そしてですね、この全国から福岡にお越しくださった人がたくさんいると思うので、はい、私たちのことを簡単に紹介させてください。私たちは歌とダンスの笑顔でつくばから元気を発信しますというコンセプトで活動しているグループです。さらに観光、飯塚市の観光 PR 隊としても活動しているグループです。皆さんぜひスマイルという名前だけでも覚えて帰ってください。覚えて帰ってください。はい、ありがとうございます。すごいね、いつも見ないようなアイドルを多分見ない人もいると思うんですけど、今日はですね、最後まで一緒に声出したり手拍子とかでも一緒に盛り上がってくださったらなと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いします。